こんにちは、谷明恵里です。今日はいつも使ってるチークを紹介したいと思います。じゃーん、ジェルスチュアートのチークです。パッケージがすごく可愛くて、なんとじゃーん、ここにブラシもついてるので、よく持ち運びするときとかに便利です。じゃーん、開けてみると4色のチークの種類があります。私は基本いつもこの上の薄めの2色を使っています。気分で色が変えられるのでとてもおすすめです。結構上あたりに塗って、そんなに私は濃いのが好きなのではないので薄めに塗ってます。よくちょっと化粧直したいなっていう時に、筆がなかったらすごいやりにくいんで手とか汚れちゃうんで、これはパッと出せるので本当に使いやすくて便利です。いつも見えるか見えないぐらいの薄いチークな感じです。じゃーん、こんな感じです。結構ほんわかしてる感じに見えるので、この色はとてもお気に入りです。3点セットで完成、オフェロチークを紹介します。素顔のスフレチークを使います。チークを頬の高い位置に乗せていきます。くるくる広げるほどどんどん素肌に馴染んでいく感覚です。クリーム状なのにとっても軽いつけ心地なので愛用しています。次にキャンメイクのパウダーチークを軽く乗せて、色にちょっとだけプラスをしていきます。最後にハイライトを眉間の間から鼻筋、目の下に入れていったら完成です。じんわり自然な血色感が出るので、オペロチークはいつもこの3点セットで仕上げています。とても簡単にできるので、ぜひ使ってみてください。